はい、ということで実況のパート21を始めていきたいと思います。チャプター10まで進んで、こっからまた前回でね、そのステファラ君を倒してセオドアルーズベルト大統領が出てくるとこまで進んだんで、またステージがね変わってくると思うんでね、また新しいサイドミッションを探してやっていきたいと思います。後ろだ、こっちに来てる。うわ、ハンドガン多分めっちゃ手に入ったな。よくやった。やべ、ハンドガン多分めっちゃ手に入った。寄せつけるなよ。褒めてくれた。おい、今の音はなんだ。まずい、気をつけろ。ええー、まで来てんのこいつ。あ、終わった。いやマジアドレナリンブーストがチートすぎるとんでもねえチートだな。助かった。あんた誰だ。答えてる時間はない。私の拠点まで近い。歩きながら話す。来て、何でも持ってきな。外で待ってる。静かにな。化け物がまだいるかもしれない。俺を知っていた理由だけでも教えてくれ。キッドにあんたの見張りを頼まれた。キッドも、もし計画が失敗したらあんたの助けを借りるとさ。で、あんたが来た。つまり待て、計画何のことだ。
リリーを連れ出してメビウスを壊滅させる計画だ。ちょっと待って。なんだ。くそ。まさか拠点に通じる道か。他にも道はあるさ。行こう。いや登っていけよ。どう見てもこう登っていけるだろう。どっからどう見てこう登っていけるやろ。まあそうだろうね。大っぴらに話せることじゃない。こっちだ。どっちかが持ち上げてる間に行くしかない。いやこれ隙間から行けるやろ。どう見ても隙間に入り込めばこんな持ち上げなくても行けるやろ。大丈夫か。俺がやった方が。さっさと通りな。頭に落とすぞ。よし、来ていいぞ。ありがとう。もう疲れたのか。年だね。そこまで。どう見ても この隙間から入り込んでいけますよね。潰そうとしてたのか。立案者はマイラだ。なんだって。だからここにいたのか。メビウスの一員として信じられない。かがんでいく。腰を痛めるなよ。そんな暇はない。あんたの嫁はすごいよ。人を従わせる力がある。私はマイラに誘われたんだ。理解できん。なぜマイラがメビウスに。リリーがメビウスに囚われていると知ったとき、内部から倒すしかないと悟ったんだ。だからメビウスに入ってチャンスを待ってた。ずっと潜入していたのか。くそ、まだ信じられない。確かにね。でも目的を見失うなよ。乗り越えないと。手を貸してくれ。なあ、もちろんだ。いいか。俺に任せ。いや今みたいな、なんかなんていうんですか、橋渡しというか。あんな実際飛べるもんなんですかね。まあ、やったことないからね、もちろんわかんないですけど。あんな、いやまあいくら女性とはいえ、あんな手でほいって持ち上げて上まで。バネとしてね、手助けになるんですかね。あれ失敗したら絶対大きい気がしますよね。なんかバイオハザードでもなんかあんな感じの連携技というか連携あった気がする。確か。私とキッドマン、マイラ、そしてセオドアだ。セオドア？セオドア神父か。セオドア神父？私はセオドア・ウォレスって呼んでるが、知ってるのか。あった。だが奴はリリーを救おうとは思ってない。自分のために彼女を欲している。マイラを捕まえるのに手を貸せと。奴が計画を台無しにしたんだな。この計画はどう進む予定だったんだ。マイラとセオドアがリリーを見つけ、セオドアと私が外に連れ出す。マイラは残ってメビウスを片付ける。かがんだ方が早いぞ歩くの。かがんだ方が早いぞ歩くの。うまくいかないことだらけだ。どうした。早くこっちは諦めるしかないな。まあ、あの状態になっちゃったか。もうフリオニール君はもうね、隠してある。まあ、味方にはなんないですね。建物の後ろ、赤い垂れ幕があるだろう。なあ、あの下に拠点のハッチがある。わかった。俺が先に行こう。
身を低くしてついてこい。了解。前にこいつらを見たことがある。燃えている時は近づくな。そんなん関係ねえ。こっちヘッドショットすれば意外とあっさり倒せるんですよね。待ってこいつ、こいつ何これ、え、これどういう状態こいつこいつどういう状態だよマジで。なんでこんなところに浮かんでんのこいつなんでこいつ浮かんでんのえ、これ何これなんでこいつ浮かんでんのいや、分かりやすすぎだろこれ、隠れ家どんだけ分かりやすい隠れ家だよこれ、バレバレじゃねえかこれ。まあこういうやり方もあるな。もう少し控えめなのを期待してたけど。我が家が一番だけど、拠点も悪くない。保管してる爆薬の量に驚くなよ。クッキーの生地と同じくらい安全だ、起爆しない限りはね。この謎の例え何。それでセオドアのことはどうする。俺に聞くやつの理なんだ。なあまる、前だやつつまりなあ、どうやって前はそのそうだコントロール。見つける、もいいし、貴重。それはそれで、ここリリオルーム報告。分かった、信じ、よし仕事を始めるか。オニル、セバスチャンだ、応答してくれ、はあ、変だな、探しに行ってみるか。ここで待機して爆弾と武器の準備を頼む。セオダを見つけたら助けが必要になる。ここから脊髄に入れるか。あの部屋にメビウスのコンピューターがある。72番出口に繋がってる。よし、準備ができたらあんたを呼ぼう。踏ん張れよエズメラルダ。了解、頼んだよセバスチャン。さあ
脊髄が無事なことを祈ろう。セオドアが来たようだな。オニールが出なかったのもそのせいか。ユキコの拠点のあたりだな。会っておくか。あれ？サイクス君がいない。あれ？あれ？サイクス君いない。あれ？だから1回目だとなんかここら辺でサイクス君が横たわってて死んでたんですよね、確か。これマジサイクス君これ生存フラグじゃね？まあさすがに生存することはないと思うけど、サイクス君が何らかの今後の展開出てくるんですかね、もしかして。何かあったのか。オニール、オニール、あなたなの？オニール、あなたなの？オニールが拠点を離れ、脊髄の立ち入り禁止区域にらしくない行動だな。ここはやけに厳重だな。このタンク何をしてるんだ。できます。
チップがないと入れないのか。どこかにあればいいが。あ、そう、確かここで一つサイドミッションがあるんですよね。あったあった、これだこれ。おい、一旦幽霊ちゃんとねエンカウントし、しに行きたいと思います。底なし沼だ。最悪だ。来るぞ。ここを出ないと。なんか一連のサイドミッションはなんかやっぱ幽霊ちゃんと関わってますよね。明らかに幽霊ちゃん関係なんですかね。どうやら。これ倒せねえかな。そろそろ倒したいんだけどな。やっぱ当たり判定がない。反応当たんねえのか。一応隠密スキルレベル3まで上げたんで。ああ、あ、危ない危ない。隠密スキルレベル3まで上げたんで多分敵には気づかにくくなってると思いますね。一応鉄砲撃っても反応しない。
捕まった相変わらずこの謎の死に方ウケんな。このメンヘラ幽霊は本当誰なんですかね。見た目的にはなんかスパ、あ、じゃない、サイコブレイク1のスパイダーウーマンちゃんに似てる気がするんだけど、違うかなどうなんだろう。どんだけセバスチャンの好きなんだこいつ。あれどっから行くんだっけこれコントローラーのスピーカーかな。すげえなんかゲロ入ってるみたいな音するんだけど今のとこであ、次どう行くんだっけ。あれどう行くんだこれ。あー、こっちから行くのか。ゴリ押ししたゴリ押したぞ、ゴリ押ししたぞ。キッドの言った通りだ。奴らはどこにでもいる。ずっと目と鼻の先にいた。モルモット扱いだ。長期的な後遺症が残る。メビウスはステムが及ぼす影響を知っていたんだな。出口か。どう見てもサイコブレイク1のシーンですよね。これなんだ、誰だこれ。これ誰だよこいつこいつ誰だよ。進めない。
苦しみの原因は自分だ。まだステムに囚われてる。絶対に出られない。いや、俺は出る。だが、お前は連れて行けない。何だったんだ。今までと違う。リアルで何かが変わったような。ああ、いい気分だ。頼れる相棒だ。久しぶりだな。この一連のストーリーがちょっと意味が分かんないですね。これで幽霊ちゃん関係のストーリー終わりなんかな。もしかして。0128がチップがまだあればユキコが通ったドアを開けられる答えだけど、でもちょっと他の数字も入力してみよう。どうなんだろう。0602とかなんだろう。ああ、ダメか。5673。あ、ダメか。やっぱ一つだけかな。あ、ダメか、やっぱり。0128だけなのかな？どうやら。よし、何が起きるか。この微妙にハゲ坊主なのか髪の毛があるのかよく分かんない。この男は何なんだ。これが死体だったことを喜ぶべきか。ここから出よう。
おお、気づかれてしまった。うわ、もうギアが6000とか溜まってる。何か聞こえる。彼に抵抗するのよ。ユキコ、下がれ。やめて、混乱してるだけよ。いや、混乱してるだけじゃこんな見た目になんねえよ、どう考えても。昔の僕ならってお前昔は武闘派キャラだったのか。絶対違うだろう。あー、しまったー。なんか背後から攻撃受けるとたまになんか特殊攻撃食らっちゃうんですよね。なんかこのゲームなんか正面から攻撃食らうのと背後から攻撃食らうので、どうやらなんか受ける攻撃の種類が違うらしくて、背後から襲われると結構なんか特殊攻撃をなんか仕掛けてくるらしくて、なんで基本的に敵に対して背後は向けちゃダメなんですよね、このゲーム。
僕を止められない。音がえぐいわ。え、終わり？あー、違う、第二形態か。付き合いきれないよ。遊びは終わりだ。まさか僕が君を傷つけたの？危ない危ない、これこれ。洗礼を受けなくてはならない。火には火を。僕が弱すぎて相手にならないと思ってるの？くそ。終わった。何があった？わかった。鬼で聞いてせよ。残しかこれか。鬼私。こう火炎放射器を使えるようになりしたいですよね。使ってみたいですよね。合う部品が見つかれば。セオドア・オレスを知ってるんだ。もちろん採用部門のトップよ。でも採用部門のトップ。目的は？お前の知らないことが起きてるんだ。やつはリリーを欲しがってる。オニールを見ただろう。必要なら誰。妙なものばかりだ。リリーが手に入るならここを破壊することも厭わない。さっき言ってたものかしら。やつを止めないと。なんかセリフが重なってるぞ。セオドアの影響の証。ここはどこも手をつけられてるな。彼と交信する道具みたいだな。これは何？よくわからんが、安定化装置によく似てるな。とにかくオニールが言った通り、これを壊すとするか、当てもあることだしな。俺だ、クッキーの。よし。こっちはほとんど終わったよ。準備ができたら声をかけてくれ。ユキコ、エズメ、驚く、メビウ、私、弾乱、危険、ま、マイラの、ええ、なぜ俺が、マイラ、そ、リリ、あなた、ああ、すべてを。セオドアあれが隠れだから影かなら鬼確かめバカそう使えバカこれをわかった聞きたいユキコ知らん信用前ユキコ嫌なただ
これを吹き、そう、リリーが全員見つけ、覚悟、悪気、なんか肉食系のエスメラルダと草食系のサダコちゃんみたいな対極的な感じがありますよね。他の部屋の装備品を調べてくる。二人とも頑張ってね。結構タイプがね違いますよね、明らかに。よし、じゃあ行くよ。ぶっ飛ばし作戦開始まで。三、二、一。いや、これ目の前で起爆するの本当草でしょ。エズメラルダ、大丈夫か？エズメラルダ。いや、明らかに今右いたわ。どう考えても今右いたやろ。大事な娘に会いたいでしょ。行きなさい。夢見たすべてを確かめる。リリー、いるのか？はい、チャプター12ですね。ということで、一旦区切りがいいんで、ここで区切ろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。